宮崎県のほぼ中央を流れる一瀬川。一瀬川の河口から15キロ上流に約80羽の小アジサシが南から渡ってきました。50メートル四方の小さな中州の河原が渡り鳥小アジサシの繁殖の場所となりました。体長約25センチの小アジサシは親指の爪ぐらいの大きさの卵を2個から3個河原に産みます。小アジサシの集団繁殖の場所はもともと河口に近い中州や河原でした。しかし下流では開発が進み、かなり上流の河原に繁殖の場所を求めるようになったのです。30年前の一瀬川、毎年春にはオセアニア地域から数百羽のコアジサシが渡ってきて、多くのひな鳥を育てました。この頃からすでに開発は進んでいましたが、川の岸辺にはまだまだ生きた自然が残っていました。千歳川は年とともに次第にその姿形を変えてきました。河口付近では小アジサシの姿もめっきり少なくなりました。平成3年4月、河口から15キロ上流にある西都市山住、ここは小アジサシがようやく探し当てた河原なのです。しかしこの年は長雨が続き、厳しい年になりました。
産卵から3週間が経過し、親子ともども必死の生活が始まります。中洲の近くに航空自衛隊の基地があります。コアジサシは天敵から身を守るため集団繁殖しますが、上流になるほど山が迫り外敵も少なくありません。トンビやカラスのほかにイタチやヘビがひな鳥を狙っています。親鳥は少しでも安全なところにひな鳥を導こうとします。それでも夜、ひな鳥は何者かに襲われてしまうのでしょう。生き残れるひな鳥はごくわずかでした。
食欲旺盛なひな鳥の成長は早く、生まれて20日も経てばほぼ親鳥の大きさになります。しかし自由に飛べるようになっても、自ら小魚を取れるようになるにはまだまだ時間がかかります。厳しい試練を乗り越えて十数羽のひな鳥だけが成長しました。梅雨末期の激しい雨が続きました。6月23日夜、中洲は一瞬にして濁流に飲まれてしまいました。翌朝、小鯵刺し親子の姿は全く見ることができませんでした。雨が上がり水位が下がって、ようやく中洲に渡ることができましたが、河原はすっかり変わっていました。危険な河原に卵を産み、ひな鳥を育てる習性を変えることはできないのでしょう。それは水害を受けやすい生き物の宿命なのです。しかし人捨て川の河原は彼らのふるさと。この河原がある限り、来年も再来年もきっとこの人捨て川を目指して渡ってくるに違いありません。